レザーバック。レザーバックは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名はナガスクジラにちなんで命名された。レザーバックは1943年9月9日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1944年1月27日に、H カイディ・デイビス夫人によって命名、浸水したが、レザーバックは、レッドフィッシュ。 ドンクイルと並んで同時に浸水した。スキャバードフィッシュはこれらの艦の数時間後に浸水した。1944年1月27日は、アメリカ海軍の歴史において、一つの造船所で4隻の艦が同時に浸水した、唯一のとなった。1944年4月3日に、艦長アルバート・ M ・ボンティアー少佐、アナポリス1935年組の指揮下収益する。 ところが、レザーバックは成長訓練中ににおいて座礁する。サモン委員会は6月5日付で、ボンティアー艦長及び副長のジョン・ヘインズ中尉を解任し、代わりに艦長に、中佐、アナポリス1929年組、副長に、チャールズ・ドナルド・ブラウン少佐、アナポリス1938年組を任命した。ニューイングランド沖での成長後、レザーバックは、 ベンソン艦長の指揮下真珠湾へと航海した。8月25日、レザーバックは最初の紹介でフィリピン方面に向かった。この頃、ウィリアム・ハルゼー大将率いる第3艦隊がペリリュー島攻略支援でこの海域に進出した。日本海軍の艦隊が出動することを念頭に置き、ハルゼーはフィリピンとペリリューの間にレザーバックを含む10隻の潜水艦を 日本海軍が採用したような二重の三回戦を構成して配備させた。この三回戦は俗に、ハルゼ勢の動物園、あるいは単に、ずーっと呼ばれたが効果は全くなく、以後の作戦で二度と採用されることはなかった。動物園に参加した、レザーバック以下の潜水艦は、任務終了後ルソン海峡方面に移った。敵の対戦障害機を一気確認した後、 レザーバックは北東に向かって紹介を行った。10月19日、レザーバックは55日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。艦長がブラウン少佐に変わった。11月15日、レザーバックは2回目の紹介でトレパン、セグンドとウルフバックを構成し、ルソン海峡方面に向かった。12月6日夜、ウルフバックはバタン諸島海域で、 フィリピンの戦いに使用する増援兵力を搭載したダマ34戦団を発見。21時50分、レザーバックアの地点で、セグンドと共に目標に向けて、魚雷を発。魚雷は輸送船艦白丸、換気船、6933トンに命中し、降沈させた。どちらの魚雷が命中したかは定かではない。12月30日には、バシー海峡で、 駆逐艦呉竹を撃沈し、他に別の輸送船にも打撃を与えたと判断された。1945年1月5日、レザーバックは47日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰港した。2月1日、レザーバックは3回目の紹介でセグンド、シーキャットとウルフバックを組んで、東、シナ海に向かった。この紹介では、 2月23日と3月1日に敵船に対して魚雷を発射したが命中しなかった。3月5日に木造海上トラックを砲撃で撃沈したのを皮切りに3月6日と9日には3隻それぞれが浮上して艦砲により4隻の木造船を沈めレザーバックは日本兵3名を捕虜にした。レザーバックはグアムに寄港して捕虜を下ろし 3月26日に53日間の行動を終えて真珠湾に帰島し、5月7日、レザーバックは4回目の紹介で日本近海に向かった。日本の南方洋上及び東京湾海域での救助配備任務を命じられ、5月25日には第21戦闘機部隊の P-51 パイロットチャールズ・ E ・テラー中佐を救助した。6月5日には 神戸を空襲し撃墜された B-29 のクルー4名を救助した。6月27日、レザーバックは50日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。7月22日、レザーバックは5回目の紹介で、オホーツク海方面に向かった。8月2日、レザーバックはの地点で2隻の350トン級海上トラックを発見し、砲撃で撃沈した。 まあおかず別の海上トラックと武装したの集団が現れ、4隻の海上トラックを砲撃で沈め、残った海上トラックとラガーを破壊した。紹介の残りは、バラムシル島沖でアラスカを拠点とする航空機に対する救助配備任務に当たった。8月31日、レザーバックは他の潜水艦11隻と共に東京湾に入港し、9月2日の日本の 幸福文書調印式典に3列。この時点で39日間の行動を終えた。レザーバックは式典翌日の9月3日に出航。9月11日に新珠湾に到着し、9月20日にサンディエゴに帰還した。戦後レザーバックは現役のまま太平洋艦隊に所属し、1948年の前半及び1949年後半に日本、 中国近海で活動した。1949年には戦闘効率賞を受賞する。1952年8月、レザーバックは退役し、グッピーや回収が行われた。作業完了後1954年1月に最終役し、ニューロンドンの第10潜水船隊に配属、成長及び訓練に入った。成長後レザーバックは西海岸に移動し、 1954年5月24日にサンディエゴを拠点とする第3潜水戦隊に加わる。1954年の残りと55年は沿岸で水上艦隊及び航空機部隊に対して対潜水艦船訓練支援を行う。1956年レザーバックの作戦活動範囲はカナダ北方まで拡張され、1957年6月24日には 拡張極東商会を開始する。その中には、ペトルパブロフスク訪問も含まれた。1959年には2つ目の戦闘効率賞を受賞する。1962年5月11日、レザーバックは核実験ドミニック作戦のソードフィッシュ実験に参加する。同実験はアスロックの実験であった。アスロックには10キロトンの W44。 核弾頭が搭載され、駆逐艦から2回離,離れた位置にある標的のイカダに向けて発射された。レザーバックは潜望強震度に先行しおよそ2回離れた位置から観測した。爆発による衝撃波はレザーバックの船体を揺らした。本実験の記録映像はエネルギーショーが公開している。1960年代は定期的に第7艦隊配備が行われ、 デザーバッグは1965年に南シナ海へ展開、最初のベトナム軍交渉を受賞した。1966年2月1日にサンディエゴに帰還したが、1966年12月29日から1967年7月3日まで、また1968年8月6日から1969年2月まで、西太平洋で活動した。 サンディウォー号機の西海岸での活動を継続中の1969年7月2日、レザーバックは3度目の戦闘効率賞を受賞した。レザーバックの最後の配備は再び西太平洋で行われ、1970年1月30日から8月7日までであった。配備が完了し西海岸への帰還後間もなく、レザーバックはハンターズポイント海軍造船所で予備役となり、 11月30日に退役、トルコ海軍へ移管された。レザーバックは、第二次世界大戦の戦考で5個の、ベトナム戦争の戦考で4個の従軍聖賞を受賞した。トルコ海軍では1971年12月17日に、オスマン帝国の帝徳にちなんで、ムラトレースの官名で収益した。ムラトレースは、トルコ海軍で31年間活動し、 2002年3月に退役した。ムラトレースは、その後2004年3月25日に37,500ドルでアーカンソー州によってトルコから購入された。購入代金及び搬送費用は全て個人の寄付金によって賄われた。戦隊は5月5日にトルコを出発し、地中海を横断し、ジブラルタルを経由、その後大西洋を横断し、 2004年6月13日、日曜日の晩に、フロリダ州キーウェストに到着した。翌6月14日、潜水艦は再び栄光され、6月19日に、ルイジアナ州ニューオーリンズに到着した。そこからミシシッピ側とアーカンソー側を栄光され、ノースリトルロックに到着した。艦は7月16日に、モントゴメリーポイントロックダムで停泊し、 陸軍工兵隊による安全確保のため通過が遅れた。通過時間の喫水は、艦首が11.5フィート、艦尾は15フィートであったが、アーカンソー側のいくつかの部分は9フィート未満の深さであった。艦が川底に接触するのを防ぐため一体の橋系が使用され、艦隊はその上に乗せて運ばれた。8月29日にレザーバックは、ノースリトルロックの展示施設。 アーカンソー内陸海事博物館に到着したレザーバッグの公開は公式には2005年5月15日に一般公開された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。